ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。新潟公演の2日目が終わったというところなんですけど、1日目かな、りょんりょん先生 のお姉様が実はベスティっていうねことで、で新潟に関しては颯太くんがねよく新潟に行っているっていうことで、 MC も颯太くんが結構率先して話をしてたっていうところがあったようでして、でりょんりょん先生がですね、いわゆるその颯太くんが MC で行ってた場所っていうのを画像で上げてて、おマジかって思いました。直接行ったことはないんですけど、何回か行ってますが、新潟のね AKB グループいて、そこをちょっと追っていた時期があってね、でそこで三日月さんといいますか、新潟のご当地グルメといいますかね、ローカルフードといいますか、そういうものがあって、イタリアンというねものがあって、まあこっちのね東京の方でも新潟のアンテナショップがあって、そこでも袋で売ってますが、なんか直に食べたいなって思ったりはしてるんですけど、イタリアンっていうねパスタと焼きそばの中間みたいな感じなものがあって、それがね乗ってまして、あすげえなって思った、ね、バスセンターのカレーとかも含めて、新潟はお酒だけじゃなくて食べ物も美味しいのでっていう感じで、そこがまず胸熱でしたね。でね、なんかまあそのあの時はあの時で楽しかったなっていうのをね思い出したりなんかしてますよ。はい、AKB グループもねやっぱり、追ってて楽しかったですからね。まあ新潟の方の AKB グループですけども、でまあ今ちょうど AKB 関連でいろんなことになっていて、ルール変更みたいなことになっているので、もしかしたらそれについてね、今までのなんて言うんでしょうね、今までのそのアイドルグループ BE:FIRST はアイドルではないですけど、いわゆるその今までの恋愛禁止っていうルールに関する話で見直しを今後やっていく可能性があるみたいなことで、どうなるか分かりませんが、場合によってはまあアイドルじゃない、別に関係なく、ボーイズグループガールズグループ全体へのそういったところの話が、もしかしたら AKB48 関連の話から出てくる可能性があって、それはちょっとねボーイズグループの方のね推しの人たち、私たちも含めてもしかしたら大事なことかもしれないので、場合によっては動画で上げようと思います。まあ、ちょっと今回はそこではなくて新潟の2日目の話をしますけど、もちろんねもう画像として上がっていると思いますが、BE:FIRST 7人が倉庫でね撮っているっていうところがあって、ね、こういうのが毎回あるとね楽しいし、こうあれですね、照明の関係のせいか後ろが青いせいなのか、ちょっとこうホラーサスペンスの感じもありますが、色合いとして、はいっていう感じで、で涼希くんのね20日の日、新潟2日目のご当地涼希速報ですけど、全部ベチャって会いに来たよっていう、ベチャっても八脚ねと同じで新潟弁っていうことですかね、使ってる地域が同じかどうかっていうのはあれですけども、はい、まあそういう感じです。でもなんか新潟の人にとっては非常にこうキュンとくる言葉であったような感じの話を聞きます。で俊斗くんがハーフアップにしていて、髪をこうねくくっていたみたいなところで、それがとてもセクシーだったっていう話が出て、速報として出てます。俊斗推しの人はね結構やっぱりこう俊斗くんのそのグッっていうのにガッてやられる言葉出ねのが多くてね、だからあれそれでゲラーやられたらねやばいなって思ったりするけれど、あとあれですね、ギフテッドアレンジって書いてあるんですが、レポ読んでるんで今ね、俊斗くんのギフテッドのアレンジが全て僕のもんにしたい、じゃあそれ全て俺のもんにしたいだったらしいっすね。というわけで俊斗警報というのがトレンド入りしております。おめでとうございます。すごいすごいですね、こういうのもトレンド入りするんだから、さすがベスティだなんて思ったりするよ。で俊斗くん話があったんで、なんかフロブラック龍平くんと俊斗くんのレポートも上がっておりますけど、龍平くんがこうベスティに手を振ってて、それを俊斗くんが見守ってて、こう龍くん龍ちゃん龍くんなんだ龍平くんを龍平くんをじーっと覗き込むっていうね、
で、龍平くんが俊斗くんに気づいて、で、俊斗くんが龍平くんに手を振る。で、そして龍平くんが俊斗くんにファンサをするっていうね。で、二人がニコニコするっていう。あ、これ見たい。これはめちゃくちゃ見たい。でも、映像化はなかなかここをピックアップしてされないだろうから、あー、いいっすね。20日の日の新潟の人、いいっすね。やばいな、これは。龍平くんが多分ポップ焼きとかの話のところで、なんか最近あの言い方にハマってるみたいな、美味しいです、食べたことないけどっていうのをハマってるみたいな話があって、で、これがなんかね、アイルザ翔太くんのまねっこらしいっていう話が出てますね。で、それを翔太くんがなんかそれを突っ込んだみたいなところの話があって、なんか結構だからそこ翔太くんに影響を受けてるんだなっていうところとか。でもね、 BE:FIRST のみんなが、まあ、言ってみればね、アイルザ翔太くんに非常にこうみんな好きなんだなっていうところがあって、ね、翔太くんのライブとかにも行ってる私としては嬉しい話ですね。で、翔太くんが、まあ、翔太くんによると、知らないし食べたことないけど美味しいを多用する龍平くんがアイルザ翔太に変な影響を受けているらしいっていうね。そういえばあれですよね、確か今のミリビリの前のラジオで、ミリオンビリオンの前のラジオでスパークの時にアイルダ翔太くんが急にね遊びに来たことがありましたね。で、その時の担当翔太くんと龍平くんだったような気がしますがね、という形なのと、で、翔太くんが翔太くん話も結構したみたいな話があって、翔太くんね、やっぱ翔太くん好きなんだなって思ったりする。まあでもそうですよね、ギフテッドデイズだったか、ザ・ファースト終わった後の話で翔太くん会の時に翔太くんがね、今もずっと隣にいてほしいよっていう風に言ってたのがあって、その時だから多分翔太くんもね、今はだいぶ慣れてきたとは言ったものの、やっぱりその慣れない歌とかをラップとかをやるっていう時に、そういうものに長けているお兄ちゃん的な存在の翔太くんがねいてくれたら、まあザ・ファーストの合宿場でも当然のこと、みんなをまとめてくれるお兄ちゃん的存在だったわけで、まあだからね、やっぱそういうところも含めてね、でも翔太くんがそういう風な感じでいてくれるっていうのは非常に頼もしいなっていう風に考えますね。ジュノンくんと翔太くんが一緒にこうなんか銭湯に行ったみたいなところがあって、で、その話もしてるようで、でもいいでしょうね、新潟の銭湯で、そこで客席に行った人いるっていう風にいて、で、数名手を挙げたみたいな感じにして、で、後に翔太がまあ男女別だからねってね、いう当たり前のことを言ってたみたいな、まあ、それそうだろうっていうところはありますけど、ただまあそのね、銭湯の場所がどんな感じか分かりませんが、たまたま見かけたかもしれませんね。でもまさかいるわけないって思うから意外と気づかないっていう話もねありますけどね。私もなんかね、サマソニックで全く気づきませんでしたから、なんかね、いたっぽいんですけどね、イリさんのところで、まあしょうがないですね。まあそういうもんですよね、いるはずないって思うからね。で、レオくんはやっぱりこうMC であんまり喋れていない子たちに話をねこう振るっていうか、そういう感じのね、ことをしてるっていうところで、なんか俊斗くんとかマナト君とかにお話を振ってくれるっていうところがあったみたいでして、そういうところもありまして、レオくんがこうタイガースタイルの曲の時に持っていたマイクの持ち方は結構特殊な持ち方で、それが話題になったりしてますが、その持ち方を決めようっていう形になって、いろいろと出てタイガー持ちみたいな感じになったけど、レオ持ちっていう感じになって、それでなんか決まったみたいな、そんなことがありました。ありましたというか、あったようですね。っていうことで、まあ、いろんなのが出てますね。やっぱり汗もいっぱいかく人だから、たくさん汗もかいて、本当にすごくもう全力投球で、まあ、当然みんな全力投球なんだけど、それ頑張ってたみたいなところもあってね。っていうところと、あと翔太くんがルレクチェの話とかしてね、いたっていうか、新潟の有名な果物といいますか、高級品ですけど、そちらの話とか、あと笹団子ですね。で、イタリアンもさっき話をして、まあご当地グルメ、
笹団子は確かあれですよね、もともとその上杉謙信公とかがね戦国時代とかにいて、そこでそういう感じであの兵糧みたいな感じであの兵士たちが足軽とか武将たちが持っていたものをそれをヒントにして作ったお菓子っていう形だったような、まあ団子だったかどうか分かりませんが、当時そのね持ち運びをするための食べ物としてそれで戦に行ったんでしょうねっていう感じの話をあの聞きました、うん、聞きましたっていうのはそれは 別件で聞いたんですけども、はい、まあ以前新潟のグループを追ってた時に結構新潟のことも詳しくなりましたからね、詳しくはないけどね、詳しくはないけどちょっとは知識がついたんでねっていうことです。うん、だからこういろんな地域に行ってそういう地域の話をしてくれるっていうのは本当に嬉しいものでね、うん、っていう感じですよね。だから BE:FIRST のご当地の話をいっぱいするっていうスタイルは本当に素敵だなっていうふうに考えます。で、マナト君の話が非常に感動したことがあったっていう形でレポを上げてくださってる方がいるので読ませていただきますね。あのマナト君があのこの1年で思うことがあって、今までたくさんの人の前で歌うことがなくて、なんでライブが僕にとって特別なものなのか、なんでかなって考えてて、音楽が素晴らしいってこともあるんですけど、雑誌とかいろんなお仕事させていただいて、でも目と目を合わせてみんなに会えるのはライブだけで、みんな違う機能を過ごして違う人生を持ち寄ってきてくれて、で僕たちとだけじゃないよ、今隣にいる人たちとも通じ合えると思っています。そんな環境も僕はすごく幸せだと思っているし、みんなもそれを幸せだって感じてくれているなら、僕はその幸せをもっと作っていきたいです。一つ確実に言えるのは、本当に音楽を好きでいてくれてありがとうっていうね、そういう感じで、あのここがすごく感動しましたね。みんな違う機能を過ごして違う人生を持ち寄ってきてくれて、で僕たちとだけじゃなくて今隣にいる人たちとも通じ合えるっていうね、これがだから音楽であり文化が持つ本来のパワーといいますか、そういうところだと思ってます。くしくもあのスカイハイがですね、ラジオの中でレフテックのマイクロさんが来ていて、そこの中で、まあ、今いろんな問題が世界で起こっていますけど、その中で音楽っていうものの力っていうのは微々たるものかもしれないけど、あのそこをつなげていく、平和を見ていくっていうのが役割であって、まあ、音楽っていうのは本当に微々たる力で弱いものかもしれないけど、あの逆に弱いからこそ戦わないっていう選択肢を取れるっていう、そういうことを言ってました。だから今のほどでかい紛争も含めてですけど、もしかしたら私たちもね、まあ SNS とかでねやり合ってるのもあれも言ってみれば争いですので、音楽が好きっていう部分であえて私たちは戦わないっていう、そういう選択肢も取れるのかもしれないと、このマナト君の言葉と、それからあのスカイハイとレフテックマイクロさんの話などをあの総合して思うことがあります、ありましたっていう感じで、素敵な言葉ですね。これも永久保存の言葉かもしれない、マナト君の言葉です。はいはい、というわけでね、いろんなレポありましたが、やっぱりこうご当地のことをたくさんこう語ってくれるっていうところがいいなっていうのと、ソータ君とジュノン君がね一緒にあの温泉といいますか銭湯に行って仲いいなっていうところとかで、あのレオ君がこうみんなにお話を振ってくれて、あとレオ君のねタイガースタイルのマイク持ちがレオ持ちに決まったこととかね、まあとにかくいろいろありますね。はい、っていう感じで、あの新潟のレポ、皆様のレポをまとめさせていただきました。いつもありがとうございます。はい、ではよかったらチャンネル登録をお願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空へ